はい、どうもこんにちは、アイヤキッチですと。さあやってまいりました、第8回バトルトリニティ対抗戦。はい、前半戦3月14日から3月21日まで、後半戦が3月21日から26日まで開催します。3月14日といえば、2月14日からね、あの大事な人からね、いただいたバレンタインチョコのお返しをね、返さないといけない日。そしてね、会社の同僚の人たちからにはね、はい、お返しは倍返しで当たり前だぞと言われたね、あの義理チョコ返しのね、日となっております。そんなね、いっぱいね、余計なもんって言うからね、いっぱいね、甘くて美味しいものをね、もらった人たちからすればね、はい、忙しい日なんですが、全くね、はい、もうね、チョコレート関係ないよ。何も僕は一個ももらってねえぜ。お母さんからしかもらってねえぜっていう方がね、はい、バトルトリニティ14日からやるんでね、はい、行ってみてはいかがでしょうか。あ、違うか。はい。てなわけで、バトルトリニティ、まあ、今回ね、はい、もういきなり言う、報酬がめちゃくちゃいい。まあ、っていうのは、はい、前の報酬がこんな感じだったんすよ。はい、前の報酬がこんな感じ。10周年福引券10枚。プクリポ TRI プリズム。そして、グレンドラゴニア。ブルートライデント。ガタラアームズ。天津風。オルフェアリーズの旗。こんなもんね。正直ね、あの、バトルトリニティにあんまりね、行かない人、いらないよね。旗なんてもらっても、どうせっちゅうねんというね。まあ、そんな感じのね、まあ、ちょっとね、ぶっちゃけ、プリズム以外いらねえよって言った報酬だったんですが、さあ、今年こんな感じ、ドン。さあ、今回の報酬はこちら、ドドン。ドワーフ TRI プリズム。はい、ドワーフトリニティ、リズム&アイランドプリズム。あ、違うか。何の略なの？教えて。エビルプリストメダル、さらには黄色の常連騎士15個、アンドレアルメダル、黄金の花びら、これ全キャラやっとけ。そして身代わりコインに福引券10枚、まあ福引券さらにね1枚だと思うんだけどね、この青字は1回しかもらえない、で黒字はね何回ももらえるといったねものなんです。めちゃくちゃすごくない？これ黄金の花びら、僕全キャラやったら70万ゴールドになる。これはかなりいい、はい、報酬となっております。もう、やっとけ。ねえ。まあ、ちょっとね、昨日今日ね、やり始めた。ドラゴンクエスト10やり始めたよっていう方が、まあ、バトルトリニティって、もう、オラ無双してやるぜっていう状態にならないとは思うんだけども、まあ、なんとかね、何回か行ってね、ポイントね、ジュエルポイント貯めれるのね、これ、エベルプリストメダル。さらにはね、アンドレアルメダル。これは必ず欲しいところ。さらにはドルボード、こんな感じになっております。ドドン。ね、まあ、前回のプクリポもそうだったんだけど、これ、二人乗りなんですよ。このドルボード。ね、最初のあの無機質なね、機械丸出しのね、ドルボード。はい、持ってる方。僕はそれしかないんですよっていう方。撮ってみてはいかがでしょうか？めちゃくちゃええで、可愛いあの子と二人で乗って、キラキラマラソンをしたいっていう方はね、ぜひ、取ってください。だから今回の報酬ね、まあ、前回までのね、旗と違って、かなり使い勝手がいい報酬となっております。なので、しっかり取っておきたいです。まあ、そんなね、僕はやり始めたばっかりなんです。トリニティって一体どんなゲームなんですか？準備はなんか必要なんですか？っていう方、全く必要はないです。全く必要は。はい、各町の、まあ、お話、ストーリーですね、まあ、キーエンブレムを取っていれば、まあ、参加はできます。うん。まあ、あとは、この閃光の神殿、まあ、各町の宿屋にね、いるね、この鎧を着た人に喋りかければ、まあ、この場所に行けるはずなので、まあ、この場所について、ガタラ、オルフェア、グレン、エルフ、ウエディ、はい、といったね、クラブチームに属するだけで、いけます。まあ、参加費かかっちゃうけどね。参加費確か1万ゴールドかかっちゃうんじゃないかな。まあ、ちなみに僕、前キャラね、はい、ガタラアームズに所属しております。今年も、ガタラアームズ、頑張るぞ！ってなわけで、まあ、一体どんなゲームかというと、はい、5人1チームで組んで、3チームに分かれて、戦うゲームとなっております。
そして1,2,3,4,5,6,7 戦士、武道家、魔法使い、盗賊、僧侶、レンジャー、デスマスターの職業、どれかね好きな職業を選んで、はい、戦いに参加します。もちろん職業によって特技能力が違うので、まあね、一番ねやってて、まあ、楽しいと思う職業をねやればいいと思います。おすすめ職業とかもちろんあるけどね、まあ初めての人は武道家だとか、まあといったやつがやりやすいっていうのを聞いてるんですが、僕ね盗賊がねおすすめなんだよね。最初ね盗賊はとにかくこういうね宝石類をとにかく集めっぱなしっていうのかな、集めて自分の陣地に行って奉納するだけ、こんな感じでね、とにかくこのゲーム宝石をガンガン集めて、さらにはね陣地を、自分のチームの陣地を増やして競うゲームとなっております。さあ盗賊のね、はい、特技として自分の姿が消えた状態、相手には見えないね、まあこういって宝石を集めたり敵をね後ろから攻撃したりといった職業となっておりますので、まあ職業によってねこういう特技があるので、まあしっかりね自分でやってみて、自分がねやりやすいよって思ったね職業をやってみてはいかがでしょうか。さらにはこの光り輝く丸い玉、これを取って自軍の陣地に持っていくと最後にいいことが起きるぞ。はい、ってことでなんとか1位取れました、ありがとうございます。とお疲れ様でした、最後ちょっとお疲れ様ですってちゃんと言っとけ、はい、お疲れ様です。とさらに先ほどのね黄金の玉の数によってこのアイテムがもらえちゃうぞ。かなりねこの報酬びっくりトマトの種とか入ってるので、金作もいいのかな、結構ねバザレがね高く売れるアイテムがねたまに入っている、まあ無道のコインとかも入ってたもんね今。はい、端的にねちょっとね説明しちゃったんですけど、大まかな流れはこんな感じです。自分の陣地を増やして、さらにね宝石を取って、そして自分の陣地に宝石を捧げてポイントを稼いでいくといったねゲームとなっております。でしかもこのバトルトレンティのいいところは準備に何もお金がかからない、ゴールドが、うん、まあコロシアムとかって、まあ、装備とかね揃えるのにお金がかかるんだけど、もう何の装備もいらない、手ぶらでいける、うん、まあ、関係ないからゲームの中に入っちゃえば装備とかね、なので全くねお金がかからないさあコンテンツとなっております。そんなバトルトリニティ3月14日からやります。今年のバトルトリニティの報酬はかなり豪華なんでね、皆さんやってみてはいかがでしょうか。はい、てなわけで本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。